Video Diary November the 4th 2017 by Hiroshi Hayashi Hamama City Japan Video 日誌2017年11月4日、林博史です。おはようございます。今日は自己中心性について考えてみたいと思います。発達心理学の世界では、人格の完成度というのはいかに共鳴性があるか、あるいは一貫性があるか、そしていかに自己中心的でないかというような3つの柱を考えていますと言いますか、まあ、他にもいろいろあるわけですけども、私が長い間ですね、自分の頭の中で反芻しながら絞ってきたのがその3つということになるわけです。共鳴性というのは、いわゆる他人の心、特に、悲しいとき、悲しんでおられるときね、苦しんでおられるとき、寂しがっておられるときにですね、いかにそうした心をね、自分のものとして受け止めて共鳴するかということによって決まるということですね。その共鳴性の高い人のことを、まあ、人格の完成度が高いというわけですよね。そして2番目はやはり一貫性ですね。一貫性、この前言ったことと今日言ったこととは違うじゃないかとかね、まあ、そういうことはよくあるかもしれませんけどもね、いわゆる何かにつけて主義主張、それから考え方、論理、哲学、全てに、まあ、全てか全てでしょうね、面において一貫性があるかないかということなんですよね。それがないと、まあ、フラフラしているということになるわけです。まあ、その人が人格的に完成しているかどうかは、そういうふうにして判断しなさいよ。逆に言いますと、子供を育てるときにはそうした二面を育てていくということですよね。そしてもう一つは、いかに自己中心的でないかということですね。自己中心的でないということですから、他者中心的ってがその反対の言葉としてあるのかなというふうに考えるんですけども、自己中心的でないということと他者中心的っていうのは必ずしも一致しないんですよね。ですから、まあ、自己中心的でないということは、逆に言いますと自己中心的であればあるほど人格の完成度が低いということになるわけです。ですから、まあ、一般的に言えば自己中な人というのはそれだけ人格の完成度が低い人と見て良いわけですよね。私が見ているわけじゃなくて、まあ、発達心理学の常識としてそういうふうに見ているということになるわけです。まあ、そういうね、判断基準で正しいかどうかという問題もあるんですけども、自分を眺めてみると、私には共鳴性があるのかなとかね、まあそういうふうに考えますよね。それから一貫性があるのかなと、いわゆる、まあ、はい、ないんじゃないのかなとかってね、考えてしまいますけどもね。で、自己中心的でないかというと、いや結構自己中心的だなというふうに考えたりして自分を見直してみるわけですけども、しかしその時に大きな問題が一つあるわけですよね。それは、まあ、そういうふうに言いながらも、いわゆる、まあ、基準点といいますかね、基準線がないということですね。例えばどの程度あれば十分な共鳴性があるのか、どの程度あれば一貫性があるのか、あるいはどの程度なければ自己中心的でないのかというようなラインがね、いわゆる、まあ、例えば、健康診断で受けるような標準値っていうのがないわけですからね。つまり相対的、まあ、比較的的に、まあ、判断するしかないということに
なるのではないでしょうか。より共鳴性のある人から見れば、普通の人でも共鳴性がなく見えますしね。全然共鳴性のない人でも、さらに自分より共鳴性のない人を見れば、あ、俺は共鳴性があるななんて思うかもしれませんよね。ですからそのあたりの尺度というものがないわけですよね。しかしこんな話はどうかなってことで、ちょっとまた同じ話をすることになると思いますけども、確かに私たちは、例えば今日は自己中心性について考えてみたいと思うんですけども、私たち一人一人にはやはりこれ個人としての自己中心性というものがあるわけですよね。と同時に、その地域には地域の自己中心性というものがあります。もちろん国にもあります。民族にもあります。となると人間にもあるのではないかということになってくるわけです。つまり自己中心と今度枠を、まあ、もっと分かりやすければ半径を広げていくということですね。個人のレベルではなくて半径を広げていくということです。でそれについては少し前より話していますけども、例えばエイリアンがいますよね。宇宙を自由に行き来しているエイリアンがいます。そういうエイリアンから地球を見たらどんな風に見えるかということなんですけども、肉眼、裸眼で見たら真っ白で何も見えないだろうということです。まあ、人間が見ますと、前にも言いましたけども、青い地球だなんてね、地球は美しいだなんてね、そういうふうに表現しますけども、それは人間の目を通して見るからそう見えるだけであって、エイリアンの目にはそう見えないということです。それも断言していいですね。それはというのは、人間はこの地球で小さな小さな生物であった時から住んでるわけですから、自分の生存環境に最も良い環境を美しいと思うように、まあそれこそ DNA レベルまで刷り込まれているということになるのではないでしょうか。海の水が青くて綺麗だなと思った時、思うのは人間自身が魚時代であった時の、まあ刷り込みがあると。緑を見て美しいなと思う時はですね、人間が猿のように樹上生活をしていた時に刷り込まれていたと。ですから人間がこの地球を美しいと思うのは当然のことです。もちろん光の強さも程よく目の中に飛び込んでくるわけです。そういうふうに環境に適応してきたということになりますが、エイリアンはそういう環境に住んでいるとは限りません。例えば暗い宇宙の中に住んでいるエイリアンもいるでしょうし、あるいは厚い氷の下に住んでいるエイリアンもいるでしょう。まあ、そうしたエイリアンが宇宙船に乗ってある日地球へやってきたと。その時に地球はどのように見えるかと言いますと、真っ白けで何も見えないでしょうね。眩しすぎるわけです。いわんや、まあ、地球の大地へ降り立ったと。その時に強力なですね、いわゆる重力に並行するでしょうね。うわー歩けないよって言って、体が地面にへばりついちゃうよって感じになるでしょうね。そして周りを見ても眩しくて何にも見えないでしょうね。目が大きいからではなくて、目が大きいということは結果論ですからね。あくまでも暗闇でずっと生活していれば瞳が大きくなっていくわけですよね。そういうところにもう住んでいて慣れていますから、地球へやってきても眩しくて何も見られない。ですからサングラスをかける。サングラスをかければある程度の色の区別はつきますけども、その時また問題が出てくるわけですよね。いわゆる可視光線の問題です。人間はある特定の範囲の波長の可視光線を見ているわけです。しかしエイリアンによっては全く違っていると考える方が、一緒と同じということの方、確率の方がはるかに少ないわけですからね。それは前にも言いましたけども、蝶々が同じ赤い色をいろんな色に
見分けることができるという、同じように、まあ、蝶々はそういうことが分かってますよね。まあ、人間は同じ、みんな赤に見えるんですけどもね、というようなことが逆に起きるということもあるわけです。ですから緑の地球、青い地球だなんて言って、地球は素晴らしいなんて言っているのは地球に住んでいる生物だけということになるわけです。それが私が言う人間全体が持つ自己中心性ということになるわけです。ですからそういう視点で私が知る限り、今まで例えば映画の世界においてもね、エイリアンの立場で考えた映画っていうのは私は知る限りないですね。例えば宇宙大戦争なんて映画もありますけども、逆にエイリアンの立場からすれば、あのね、地球人の皆さん、誰が好き好んでこんな地球なんかに住みたいと思うってか、そういうふうに思ってるかもしれませんよ。それはね、酸素は臭いし猛毒だしね、真っ白気で地球へ降りればぐちゃ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 と物のようなものいっぱい吐いていて気持ち悪いですよっていうようなことを言ってるかもしれませんよ。それに重力が強すぎますよ、歩けませんよこんなところは、と思ってるかもしれませんよ。誰が好き好んでこんな地球なんか侵略したいと思うですか、と思ってるかもしれませんよ。が、人間というのはおめでたいですよね。それがわからないわけです。自分たちにとってすごく都合のいい環境だから、エイリアンにとってもいいだろうっていうふうに思い上がっているわけですよね。それがちょうど個人の自己中心性と似ているわけです。いわゆる、まあ、個人の自己中心性もそうですよね。住む世界が狭いというよりも、いわゆる、まあ、付き合う相手が極めて少ないと言いますかね、襟好みしますから、どうしても相手をジャッジしますからね、自己中心性の強い人は。そして少しでも気に食わないとポンポンとこう投げ捨てていく、そういうことをしますから、自己中心性の強い人ほど孤独で寂しくて友達がいないという現象が起きてくるわけです。ですから、まあ人をジャッジしないしてはいけませんよってことはブッダが教えてますよね。人をジャッジしてはいけませんよって、好き嫌いで判断してはいけませんよということになっていくわけです。子供なんかでもわがままな子供っていうのは何事につけジャッジしますね。食べ物についても、付き合いにしても、お稽古塾にしても、先生にしても、学校にしても、とにかくジャッジするんですよ。そして少しでも自分の意に合わない、自分に気に食わないと相手の責任にしてしまうわけですよね。相手のいわゆる、まあ、あの人が悪い、この人が悪い、合わない、そういう言い方で跳ねのけていくわけです。もう自分が最善なわけです。ですからその最善という、まあ、幅がね、ぐんと狭まるわけですよね。で一方、そうでない人はそうでないから、おおらか、許容範囲が広いわけです。ですからいろんな人が、まあ、入ってくるわけです。そのいろんな人が入ってくることについて、まあ、許すというか受け入れてしまうんですよね。ですから、まあ、自己中心性の強いということは結局は自分で自分の首を絞めるような結果になっていくということになるわけです。同じように人間中心的なものの見方をしている以上、まあ、これからね、エイリアンがどのような形で人間社会に入ってくるか、それは私には分かりませんが、心構えとしてそれを知っておく必要があるのではないでしょうか。まあ、例えばね、外国の人が日本に来る、その時に日本の料理はうまいだろうなんてね、押し付けてしまうと、それ1回2回おいしいと言ってくれるかもしれませんけども、やがて塩辛いとか魚臭いとかね、気持ち悪いっていう部分も当然出てくるわけですよね。私たちにとっては普通の、まあ、食事であってもそうでない、でそれを押し付けてはいけない、まあ、そんなことは、まあ、もう当然常識ですけどもね。ですから、まあ、例えば自分の分日本の文化が最善であるから、あるいは日本の教育が最善であるからといって、それを外国へ押し付けてはいけないということにもつながっていくわけですけども、ちょっとそれは今日のテーマじゃありませんので、まあ、この程度にしておきますけども、
要するに、まあ、私たちがいわゆるまあエイリアンとの付き合い、古代文明、超古代文明というものを考えていく上においてですよ、やはりこう理解するためには神々と呼ぶエイリアンの心情を理解するためには、やはりエイリアンの立場で考えていく、いわゆる共鳴性を持つということですね。たまたま今こう3人の像が画像に出てますけども、みんな同じ帽子をかぶっているということです。まあ、中央はこれちょっと色がついているところにちょっと興味がありますね。まあ、これは金剛峯寺にあります根本大塔の中の、ごめんなさい、これこの像じゃありません。大日如来像です。金剛峯寺で最も重要な像の一つですね。そして同じように右下、稲荷ヒタール、これはヒタールですね。稲荷ヒタールも同じヘルメットをかぶっているということです。これは神のヘルメットですよ。みんな同じヘルメットをかぶっている。そして左上の縄文道具も同じヘルメットをかぶっている点に注意してください。こうして日本の文化というのは世界の文化とつながっているということになるわけですけども、この動画はこの次に別枠でつなげておきますから、どうかご覧になってください。まあ、要するに、今ちょっと話が逸れてしまいましたね。要するに、はい、話戻しますと、日本中心で日本だけで見ていてはいけないということにもこれちょっとつながるんですよね。左、一番左のはこれ2つとも日本の道具ですからね。日本道具ってのは日本のもんだ、日本だけしかないんだ、日本で判断するんだって言ってね、下ばっか見てるとこうした謎が解けないということですね。これ中央はもちろん大日如来ですね、高野山のね。根本大塔の大日如来もですね、いろんな飾り物つけてますけども、基本的にはこの形なんですよ。同じヘルメットをかぶってるんですよ、皆さん、ね。そういうところを注意して見ていただきますと、神の見方も違ってくると思いますけどもね。もちろん、バイ林宏発見ですよ。まあ、そういうことを強調するというのはですね、まあ、即座にもうパクって、次の日にはもうね、ご自身のブログで発表なさる方があまりにも多いもんですから、もちろん林宏の名前はどこにもありませんがね、そういう使われ方っていうのは逆に私は困るんですよね。まあ、ちょっと愚痴になりますけども、私の方がパクったことになってしまうケースもあるわけですよね。それはまあちょっと私の名誉に関する問題ですからね。まあいいんですけども、いいということは許してるわけではませんよ。そういう世界だということですよね。それも許しながら、許してくれた、そういう、その人を許す、その人を許すんじゃなくて、そういうこともあるだろうなという許容範囲の中で受け止めていくしかないですね。例えば、泥棒はいけないと言ったって、泥棒する人はいくらでもいますからね。そうでしょ？それを、なりわい業にしてる人もいるわけですからね。ですから、それは止めようがないわけですよね。例えば、犯罪はいけないと言ったって、はい。それは言うだけのことで、言うだけの意味しかないわけですけどもね。まあ、ともかくもこう人間中心、あるいはそのなものの考え方をしてはいけないということです。で、まあ、昨日はですね、実は目の色というテーマで、あちこちにバラバラになっている動画を集めて、皆さんにご覧いただきました。で、あと一つ二つ、まあ、まだ発表してないのがありますから、それを今日発表して、今日の作業にかかりたいと思いますけども、どうしてこういう目の色をしているのかなとか、まあ、いろいろ考えますけどもね、まあ、実際にそういう色をしている以上、まあ、そういうもんだというふうに受け入れるしかないわけですけども、結論をそろそろ言わなくちゃいけませんね。要するに私たちが神々と呼ぶエイリアンを考える場合にはですね、相手の立場で考えていく、人間中心的なものの考え方をしてはいけないということですね。稲荷ヒタールは燃えるような赤い目をしていたというふうに言われています。この像がその目を表しています。頭には月を表す冠をかぶっています。月の女神も兼ねていたわけですね。で、目が赤い。で、下が延期、あるいはマルドックの目です。この左下はウルで見つかった原版の上に表現されている目の色です。ということで、まあ、目の色というものを考えてみました。日本人は黒いから黒がいいんだ
それはまあそういうふうに思いたいですけどもね。でも青い目の人もいるし、グリーンの目の人もいるわけですよね。まあいろんな目も、赤い目の人がいてもおかしくはないということです。まあ、そういうふうに受け入れていく。それが人間中心的なものの考え方から出る第一歩ではないかと思います。ということで、今日は自己中心性を取り上げながら、自己中心性を取り上げながら、神々の立場でものを考えることも必要ではないかということを提案して、今日のビデオでありを終わります。Bye for now.